パトリック・オルトリープはオーストリア・ブレゲンツ出身の元アルペンスキー選手。1992年アルベールビルオリンピックの金メダリスト。オルトリープがスキーを始めたのは比較的遅く13歳の時だった。格好のスペシャリストで1992年のアルベールビルオリンピックでの優勝のほか、ワールドカップでも18個のメダルを獲得しており、 1996年のシエラ・ネバダ世界選手権でも金メダルを獲得している。また、1994年リレハンメルオリンピックでは4位だった。アルベルビルオリンピック当時、格好の第一人者は前年のザール・バッハ世界選手権の覇者でワールドカップ3連覇中の帝王フランツ・ハインツァーでワールドカップ未勝利のオルトリープの金メダルはフロックの扱いだった。 しかし、1994年のワールドカップ、キッズビューエル大会での勝利、さらには1996年の世界選手権での勝利で、オリンピックでの勝利がフロックでないことを証明してみせた。1999年キッズビューエルハーネンカムコースでの練習中の大事故で、オルトリープの競技人生は突然に終わりを告げた。同年、極右政党オーストリア自由党から、 国民議会議員となり3年間在職した。現在はホテルを経営している。ありがとうございます。